皆さんこんこにちは今回はですね新番組「ウルトラマンタイガのですね、えー、放送開始ということでウルトラマンタイガの即尾、えー、一番最初に発売されたウルトラマンタイガと最強獣ヘルベロスのですね紹介をしていきたいと思いますということでですね7月の6日発売となった、えー、一番最初ウルトラマンタ新ウルトラマンウルトラマンタイガの即尾なんですがまずはですねウルトラマンタイガですね、えー、主人公ウルトラマンタイガなんですけれどウルトラマンタロウのね、えー、息子 ということでウルトラの父の孫になるんですけれどデザイン的なところを言うとあのなんて言ったらいいウルトラマンストーリーに出てきた時のウルトラマンコタロウルトラハンがちょっとね気持ち太郎より短くてなんコタロ郎みたいな感じまあ、太郎とコタロの間ぐらいのね、えー、まあ、まだこれから成長するんだろうなっていう感じのする。 まあ、若さあふれるウルトラマンなんですけれどなんかね若いウルトラマンっていうとあのウルトラマンメビウスがね、えーとまあ、最近といっても,も10年ぐらい前のウルトラマンになっちゃうんですけど、えー、いるんですがウルトラマンメビウスとはまたちょっと、ね、違うタイプのウルトラマンですね大河っていうのはまだね子供っぽいわんぱくな感じのウルトラマンですねゼロともやっぱちょっと違うんだよねでソフビの方はあーあとですね全体が赤い成型色なのかなそこにシルバーで えー、塗装が施されていて、プロテクターなんかも塗られています。腕のあたりはちょっと省略されちゃってるんですけれど、まあ前の方はこんな感じで塗装が施されています。あとは細かいところだとタイガースパークですね。えー、塗装は省略されてるんですけど、細く造形がされていました。で、あとは裏面ですね。もうこれは割り切りましょう。裏面はもう真っ赤のウルトラマンですね。モールド自体は結構細かいんで、まあ腕に自信のある方は塗ってみるのもいいかなと思います。 ちなみにタグはこんな感じです。ウルトラマンタイガー身長50メートル、体重4万トン。えー、必殺技はストリウムブラスターということで、えー、設定だとウルトラマンタロウが確か53メートルなんで、タロウよりちょっとちっちゃいぐらいの大きさなのかな。初代マンとかセブンよりは、あの、設定上は、 大きいウルトラマンですね。続いて最強獣のヘルベロスですね。えー、ウルトラマントレギア。えー、切りが召喚した怪獣なんですが、まあ、タグの方を見ると、設定は身長60メートル、体重5万トンで、体の各部から生えた鋭い刃が最大の武器。必殺技頭の角や腕の刃から放つ波状の光線ヘルスラッシュ。 ということで、まあ、第1話に登場する怪獣ということで、割と正統派なデザインですね。ゴジラ系の体型、えー、の怪獣で、あのー、名前はヘルベロスっていうことで、多分地獄のヘルとケルベロスのベロスかな。あそこを合わせちゃってる怪獣なんですけれど、うん、割と正統派デザインの怪獣ですね。えっ、ー、と、背中トゲトゲで、まあ、角があるよ、みたいな感じで。 とりあえずこの1話を見たヘルベロスの特徴っていうのはあのーまあ、とにかく強い怪獣だなってゼガンっていうねウルトラマンジードに登場した、えー、時空破壊神っていうとんでもない肩書きのね、えー、シャドウ星人の、まあ、切り札みたいな怪獣でゼガンっていうのがいたんですけれどそのゼガンを、えー、あっさりと倒しちゃうっていうなかなかのね強さのインフレっぷりを見せてくれたんですが。 攻撃方法自体は割とベーシックな感じだったんですけれど、もうとにかくゼガンを倒したっていうことでかなりインパクトのある怪獣ですね。っていう。あの、ウルトラマンタロウの第1話も、あの、アストロモンティスっていう宇宙大怪獣が前作エースに登場した超獣のですね、オイルドリンカーを倒したところから始まるんですけれど、まあ、 ある意味お父さんのウルトラマン太郎と一緒で、えー、前々作のね、えー、怪獣を倒した、えー、すごい強い怪獣を新しいウルトラマンが倒すっていう、もしかしたらその辺のオマージュもあるのかもしれないです。ちょっとテンション上がってるのは、ウルトラマンタイガーの1話が面白かったっていうよりも、あの、本当に特撮シーンとか怪獣の暴れっぷりがすごい良かったんで僕は、はい。もう続きもすごい楽しみで、えー、見たいと思いますね。で、おもちゃの方は、えっ、ー、と、これは、なんだろう。 ああ黒っぽい成型色に背中と胸が赤で塗られていてあとは角が銀色に塗られてるんですがあとはおもちゃとしては尻尾とか腕が動かすことができますね尻尾とか腕を動かすことができますねあとはですね他のニュージェネレーション系のですね第一は登場怪獣をちょっと え、引っ張り出して並べてみたんですが、やっぱりこう、第1話怪獣っていうことで、え、ゴジラ系の怪獣がやっぱり多いのかなという印象ですね。今回のヘルベロスも含めて。たまにはこういう攻めたデザインの怪獣を1話から出してみるのもいいのかなと思ったりもするんですけれど、え、まあ,あの、やっぱこうやって見るとゴジラ系のね、スタンダードな怪獣が多いのかなっていう印象ですね。あとはこう、1話に登場する怪獣って結構ね、パワーアップして再登場するっていうのがウルトラシリーズではよくあって、まあグルジオ・ボーンとか、え、あとはデマーガも パワーアップししして登場しましたよねでマガバッサーは確か色変えてグエバッサーって形で、えー、ウルトラマンルーブに登場したんですけれど、まあ、そんな感じでもしかしたらねこのヘルベロスもパワーアップしたりとか再登場するような気がしますね、えー、ということでですねウルトラマンタイガとヘルベロスの簡単なソフビの紹介だったんですが、えー、ウルトラマンタイガすごいねもう1話結構何回も見返してましてやっぱり特撮シーンがすごい良かったんで。 えー、怪獣の暴れるっぷりとかね。えー、本当にそこはね、何回も何回も繰り返して見てるんですけれど、まあ、12月まで、えー、やるっていうお話なので、えー、今年もですね、ウルトラマンを応援していきたいなと思います。えー、おもちゃの方もちょこちょこっとレビュー、全部買うかはちょっとわかんないんですけれど、あの、まあレビューできるところはレビューしようかなと思ってますので、ご視聴いただけれたらなと思います。